山梨フリーー水素セミナー太陽から水素環境にやさしいエネルギーについて知ろうこの動画は山梨県や経済産業省の取り組みについて紹介しますはじめは経済産業省における水素関連施策の動向について関東経済産業局資源エネルギー環境部長の田村でございます。 私の方からは、水素の利活用に伴います施策につきまして、動向、今の現状につきまして、ご紹介申し上げたいと思います。まず1ページ目でございますが、水素基本戦略ということで、2017年にですね、世界初の水素に関する国家戦略といたしまして、こちらの戦略を取りまとめさせていただいてございます。 その中には2050年を視野に入れたビジョン、それから加えて2030年までの行動計画ということを取りまとめさせていただきながらコストにつきまして目標を定めながらです、ね、取り組むということとさせていただいてございますその後、2019年にはロードマップを改定いたしましたさらには2019年9月にはです、ね、技術研開発戦略として策定させていただきながら 技術開発につきましてしっかりとです、ね、重点的に取り組むということをさせていただいてございますその次のページが水素基本戦略におけるその達成目標といたしましてまずあのコストといたしまして現状の,その一流米当たり100円をです、ね、30円あるいは20円に下げていこうという目標それからさらには利用のモビリティの中でもです、ね、水素ステーション FCV、それから NFR 等々、こういったものにつきまして、数値目標を設けながらですね、取り組んでいくということとさせていただいてございます。さらには、昨年10月には菅総理による2050年カーボンニュートラル化宣言、あるいは昨年12月25日には、グリーン成長戦略として取りまとめさせていただいてございます。3ページ目は、グリーン成長戦略についての枠組みをご紹介させていただいているところでございますが、 グリーン成長戦略につきましては、重点分野、こちら14分野ございますけれども、工程表を提示しながら、ですね今後の水素社会の実現に向けての取り組みというものを提示させていただいているということでございます。3ページ目の左枠が枠組みといたしましては、それぞれのですね分野ごとに政策ツールを総動員しながら、ですねしっかりと取り組むということ、それから予算、税、規制改革。 等々ですね、こういったものを総動員しながらです、ね、取り組んでいくということとさせていただいてございます。また、カーボンニュートラルの実現に向けては、右ほどにございますとおり、2050年の姿を描きながら取り組まさせていただくということ、その中には、非電力における水素の積極的活用であるとか、あるいは電力における水素の活用というものをです、ね、位置づけさせていただいているということでございます。 え次のページ、4ページ目が、総のクリーン成長戦略における重点分野として、その一つとしてですね、水素産業というものを位置づけさせていただいてございます。えー、青おわけて書いてあります通り、水素につきましては、カーボンニュートラルのキーテクノロジーと位置づけ、幅広いプレーヤーの方々を巻き込みながらですね、取り組んでいくということとさせていただいてございます。えー、その取り組みにおいては、利用、輸送、製造、 こういった各分野において脱炭素化を目指すということ、それから産業競争力を強化していくということが謳われているということでございます。最後のページがですね5ページ目でございますが、水素燃料電池関係の経済産業省の関連予算、こちらの3年度予算は今、国会でご審議いただいているところでございますが、令和3年度の予算案の額といたしまして約700億。 それに加えまして先日成立いたしました3次補正予算この中でもそのカーボンニュートラル化に向けて2兆円の基金というものをですね活用しながらしっかりと進めさせていただくということとさせていただいてございますいずれにいたしましても水素社会の実現に向けては民間企業の皆様団体の皆様自治体の皆様のご協力が必要不可欠 えかつまたああ地域社会に地域におきましてですね、皆様あのご理解もですね、必要不可欠となろうかと思います。何卒皆様のですねご理解ご協力をですね引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。次は山梨県企業局 P2G の取り組みについて解説です。 企業局電気課の坂本と申します私からは実証試験を通した水素社会へのアプローチとしまして CO2 フリーの水素社会構築を目指したパワートゥーガスシステムの技術開発についてお話しさせていただきます我々山梨県企業局は独立採算による事業を行っている部署になっています三つの事業を運営しておりまして温泉事業地域振興事業電気事業を営んでいます その中の電気事業において水素エネルギー社会に向けた実証試験を取り組んでいます電気事業では水力発電所27箇所太陽光発電所5か所を運営しておりまして再生可能エネルギーを供給する事業をしていますその電気事業における研究開発の拠点を米倉山と呼ばれるところでそこにおきまして電力貯蔵技術研究サイトそして電 皆さんもいらしていただける啓発施設「夢ソーラー館山梨」この2つを運営しております企業局では米倉山にて10年間にわたたる取りり組みを進めてまいりまいした平成21年1月の東京電力さんとの米倉山メガソーラー計画を皮切りに再生可能エネルギーの研究開発の拠点とすべくさまざまな事業を行ってきました。 現在はパワートゥーガスシステム技術開発に取り組んでいますこのパワートゥーガスという言葉なんですけれどもパワーは電力を表しトゥーは変換そしてガスは水素を表すつまり電力から水素ガスを作り出すというシステムの技術開発です再生可能エネルギーが大量に導入された社会におきましてその余剰する電力から地域で使う 化石燃料を代替する水素エネルギーを作り出すこれが我々の事業の目的になっています主なターゲットは大規模工場や事業所といった産業分野への利用を考えているところです2016年から実証試験の準備を始めまして2回の審査を経て現在2020年は 大型の水電解装置、水の電気分解装置を作成しているところです。2021年には、米倉山で作りました水素を県内各地で利用する実証試験を開始する予定になっています。水の電気分解装置について説明させていただきます。我々が実証試験している水電解装置は、固体高分子型と呼ばれるもので、 燃料電池自動車や山梨大学で基礎研究をしている技術の応用になります高い水素品質や安心な水素製造そしてコンパクトなパッケージが可能なシステムとなっております一番の課題は内部にプラチナなどの貴金属を使用することなんですけれどもこの使用量を少なくしコストを安くするということが技術開発の目標になります 2016年からの取り組みで現在水電解材料そしてその水電解材料を使う水電解槽そして電力を供給する電源装置これらの技術開発が順調に進んでおります2021年からの実証開始に向けて最後の努力をしているところですまた米倉山では 電力貯蔵技術に関するさまざまな取り組みを進めていましてこの水素以外にも超電導フライホイール蓄電システムやハイブリッド水素電池システムの実証試験を行っており今後さらに技術開発の拠点としての地位を高めていけるよう努力していこうと考えています。最後は山梨県産業労働部 山梨県の水素燃料電池について解説です県産業労働部では水素燃料電池関連産業を成長分野と位置づけ様々な取り組みを展開しております産業労働部成長産業推進課主任山寺よりご紹介させていただきます 本県の水素燃料電池の取り組みの特徴としましてはまず山梨県内にに水素燃料電池の研究関連施設が集積しているところにあります。山梨大学をはじめとする水素燃料電池関連の研究施設や関連施設が集まっていることによりこの優位性をさらに高めるとともに関連機関との連携により本県の成長産業として進展を図るということで活動をしております。 各施設をご紹介いたします。まず、山梨大学燃料電池ナノ材料研究センターです。こちらは世界最高水準の研究開発拠点となっておりまして、県内企業に技術を移転するため、文科省の地域イノベーションエコシステム形成プログラムにより、県と連携した地域企業への産業化を推進しております。また、県の産業技術センターにおいては、 n e d の燃料電池利用高度化技術開発実証事業の一環として高効率・高耐久・低コスト実現に向けた燃料電池の性能評価等の業務を実施しております国家プロジェクトへの参入により産業技術センターの職員の人材育成に取り組んでいるところですまた、甲府市の米倉山には水素供給利用技術協会ハイサットの施設を誘致しており 実際の商用環境下での水素ステーションの試験、評価、水素ステーションの運営等の人材育成に取り組んでおります。また、県の企業局が米倉山に電力貯蔵技術研究サイトを設置しております。再生可能エネルギーから水の電気分解により、水素を製造、貯蔵及び利用するパワートゥーガスシステムの実証研究に取り組んでいます。また、えー、ここ 近年の県内の主な水素燃料電池関連の動きでございます山梨大学では昨年1月14日に公表しました燃料電池の劣化を抑制する白金コバルト合金水素極触媒を開発しましたまた産業技術センター内に新たな燃料電池評価装置を設置し令和2年度以降燃料電池の評価研究事業を実施しますハイサットでは 低コストで設置できる新たな水素ステーション建設の研究開発を行うためコルメクラ山の施設を拡充し令和2年度以降評価研究実実証試験を実施しますまた、えー、技術研究組合 f c ュービックとの連携し県産業技術センター内に新たな燃料電池評価装置を設置し令和2年度以降燃料電池の評価研究事業を実施いたします。 FC キュービックは山梨県と水素燃料電池関連産業の集積・育成に向けた取り組みに関する協定を令和元年12月23日に締結しております FC キュービックは令和4年度中に甲府市内の米倉山の県有地内に移転する予定になっております次に本県企業の参入状況です 燃料電池を構成する金属・樹脂部品への精密加工技術・高精度製造装置は、本県企業の得意分野であります。電子部品・デバイス・電子回路が部品となるなど、さまざまな業種・企業に波及効果があります。現在、水素・燃料電池関連産業に参入済み、または参入に向けて取り組んでいる企業は、55社に拡大しています。 山梨県内企業のポテンシャルとしては先ほども申し上げましたが金属樹脂部品電気電子部品などの企業が集積しておりますので燃料電池の開発に関するさまざまな部品の供給が可能であると考えております。 競争力の源泉となる燃料電池の触媒や電解質膜などのコア技術は世界トップレベルの研究開発による技術シリーズが山梨大学に蓄積されております。山梨県は山梨大学やその他の研究機関、また県内企業や山梨産業支援機構と連携し稼ぐ力の向上を目指していきます。次に主な参入企業の開発例をご紹介します。 山梨大学で行われている文科省の地域イノベーションエコシステム形成プログラムによる取り組みのご紹介をさせていただきます。まず株式会社榎本です。山梨大学と共同で燃料電池セルを構成するガス核酸素とセパレーターを一体化することでセルの抵抗ストック化と小型化を可能にする革新的な部材を研究開発中でございます。次に日報プレシジョン株式会社です。 山梨大学と共同で駆動用電源や非常用電源に活用できる低コストな燃料電池スタック電源システムを開発中です次に株式会社名工です山梨大学と共同で燃料電池に用いる触媒を100%発電に完全利用でき画期的な低コストを実現する新方式による触媒装付き電解質膜製造装置技術を開発中でございます 次に海外との経済交流でございます。グローバル市場への展開としてドイツとの地域間経済交流を展開しております令和元年度から山梨県とドイツノルトラインベスト・ファー連州との間で水素燃料電池関連企業間の情報交換商談会等を実施しておりますこちらはジェトロ事業を活用して行っております次に山梨県の 水素燃料電池事業についてご紹介いたします山梨県では人材養成研究開発から海外展開まで多様な事業で本県企業の参入促進を図っております令和2年度の、えー、事業をご紹介いたします水素燃料電池産業人材養成講座です山梨大学に人材養成講座を委託水素燃料電池関連製品技術の見聞きとなる人材を育成しております 本年度は21名参加しております。各企業の技術開発、参入促進につなげる貴重な人材を育成しております。次に、山梨 HFC クラスターのご紹介をいたします。県・山梨大学・県内企業等が一体となった組織を形成し、研究会や大手企業に向けた技術提案会を開催しております。また、水素燃料電池の専門家であるプロデューサーを設置しております。 水素燃料電池関連の製品の開発経験等を有する人材トヨタ・ホンダ技研の OB を2名配置しております先ほどご紹介しました山梨 HFC クラスターでの技術的なアドバイスや技術相談・マッチング支援等の企業支援を実施しておりますこのほか、山梨イノベーション創出事業費補助金として中小企業が行う成長分野への進出に向けた研究開発などの取り組みを幅広く支援しております 以上が山梨県の水素燃料電池に関する取り組みのご紹介でした。以上、環境に優しい未来に向かって各部門で取り組んでいる事例をご紹介しました。